前は、日本語名はカノールミコです。でアイヌ語名はレクポと言います。私がなんか歌を歌ったりとかっていうことをこれから先もずっとやりたいから、何かそのような名前を、アイヌ語の先生にちょっとお願いしてつけてくださいって言って、でどうしてもそのルミコの R が入った文字がいいなっていうので、いろいろこう探してくれてレクポになったんだけど、レクってこの辺の喉のことで、ポってなんとかちゃんとかそういう意味なんだけど、でも要するにそのなんかこう声とか出したりとか歌ったりとかするから、なんかこうずっとこう歌い続けていくのに、あのいい名前がいいなって言ったら、まあレクポって結構その鳥が鳴いてるようなことも指したりするっていうのも言ってたり、まあもうのどちゃんって言ったらあれなんだけど、もうこの辺に関係する名前と思って、あの、まあ、とっても可愛い名前だなと思ってつけてもらったんです、はい、すごい素敵だしね。のどちゃんなんか鳥のっていうのもすごくなんかね、なんかね、目指してるとこはそこなんです。もう鳥が鳴いてるように歌えたら一番心地いいですよね。それできたなって思う瞬間ありますか？ないですないっていうか、いや自分が気持ちいいんだけど、だからその気持ちよさがあのお客さんにも伝わっていたら、それは正解かなと思っていて、正解っていうか正解とかあまりないんだけど、だからそのこうステージ上からお客さんを見た時にちょっと揺らいでいたりとか心地よい顔をしていたりとかすると、よしやったなみたいな感じになったりしてます。台湾の原住民たちとの交流っていうのが今もずっと続いてるんですけど、すごく歌がうまくて、すごくなんかこう堂々としているんです、みんなが。でなんとなくアイヌの歌を歌っててもそこまで私なんとなくこう堂々としていけなかったっていうか、なんかこう何かが引っかかってたか分かんないんだけど、こう自分のアイデンティティというかそういうものがこうバンとこう出せなかった。なんとなく日本でいるとアイヌって言っても全然知らなかったりとか、そういうようなことがたくさんある中で、やっぱり誇りに持って自分のね、あのことをこうバンと言えてるっていうのは、そこですごく刺激になってからなんとなく堂々としようというか、そういうことがありましたね。いいお話ですね。かっこいいですね。もうやっぱりなんかこう力もみなぎってるし、あのエネルギーはどこから来るんだろうっていうぐらいに思っちゃって、でその時はもう本当にもう全てに感動してしまって、いろいろ話を聞くたびに、うわこんな風に私たちというか私も今後思っていかなきゃいけないなと思いました。なんかそう思うようになってから表現方法とか歌い方とか、なんか変わりました？変わりましたね。やっぱりこう
下の底の方から声を出してこうみんなに表現するパワーというかそういうものを出し始めようっていう風になったのはやっぱり今のマレウレウになってからの方がパワーが出ていて、でなおかつその歌のなんか強弱でも何でもそうだけどいろんなこうなんだろうな自分の中でコントロールができるようになってきたのはやっぱり自信がついてからかなと思う。仕方くいく聞けるの嬉しいです。サマニだもんね。だって私はサマニの人が伝えてる通りにやってるのある。それをだって空港で見たんじゃなかった。うん。ここでサマニの人たちがやってて、それでカネさん行ったやつかな。やろうか。うん、多分そう。そうそうそう。カネさんも映ってるから。やっぱりね結局言葉がどん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 そのアイヌ語が、うん、あのどん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 その自分たちのいいようにそうそう言いやすいように言いやすいようになって、うん、聞いた通りで結局まま歌ってるから、うん、そうだろうなと思ったけど、うん、どっかなまったりとか、うん、聞きなんかちょっと、うん、それが間違いではないんだけど、うん、もともとアイヌ語が分かんなくなっちゃってから歌うと、うん、歌詞の意味とかじゃなくなるからだからまあもうそういうのを含めてマレウレウは、うんやろうかね、みんなが楽しくやれるのがいいねって言って、うんうん、枝の上の雪が落ちるぞをやります。仕方仕方ない夢を手はけはけ仕方仕方自由度が高いですよね、うん、アイヌの歌は、うんうん、だからなんかこう決まりにとらわれない部分もあったりでも理想とするところは人それぞれだったりするんだけど私も昔のできるだけ古い人のこう歌を一時ずっと聴いていたことがあってそれをなんか真似ているんだけど 今の人とちょっと違う歌い方だったりするんだけどねなんかそういう昔の音源を聞いていてここは面白いとかここは真似したいとか声の出し方かなどう違うんですか？なんか必ずしもこう綺麗な声ではないんだけど私にはすごく魅力的に聞こえたんですよね。船こぎ遊びの歌をやります。
しなきゃいけないことで、私も子供もいるんですけど、なんとか教えていかなきゃいけないことで、まあ、今アイヌ文化がすごくこうなんか世間的にクローズアップされているんだけども、でも一方でそれはなんかある切り取った面がすごくこうクローズアップされているんだけど、なんかこう地道に、だからこそむしろ地道にやらなきゃなくなってしまうものがあるなと思ってます。なのでこういう表に出る活動もとても楽しいし、意味があると思うんだけども、地元でなんか地道にやることも必要だなと思ってます。日々のこう意識しないと得られないものもあって、でうちなんか前の記念館だから日々何をしてるかっていうと、もう草刈りとかね、冬になると雪下ろしとか雪跳ねとかがやらなきゃいけないことなんだけど、まあそれからまあ知性の中、知性っていうアイヌの住居で火を焚いたりとか、それを日々繰り返していく中でまあ見つけられること、そしてたまに山に行ってで材料を取ってきたりで、イナウという、 こう男の人がね削るもの、お祈りに使う神様に捧げるものだけど、これがなかなかうまくいかないのね。でもそれを何度も何度も多分繰り返してやっと得られるものだろうし、ただね、じゃあアイヌのことをやったからすごくこう暮らしが良くなるかって本人の価値観次第なんでしょうね。こう今のような世の中でアイヌのことをやる、選んでやるっていうのはね結構大変かもしれないですね。小学校の4年生ぐらいからめくるっていうのをやってるんですけど、やはりおばあさん方とか他の方がやってるようにうまくいかなかったんです、ずっと。で鏡を見ながら毎日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 練習して、糸もどん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 短くなって切れて切れて、それでも練習してたんです、ずっと。大人になってから幕別地方に住んでいる安藤梅子さんに会いました。安藤梅子さんに会った時にムックルの音色が今まで聞いたことなかったんです。で梅子さんにどうやってやるんですかと聞いたら、私のレクポのレク、レクを上下にし腹式呼吸をして、それでリズムを組み立ててベロを右にやったり左にやったり奥にやったりして音を出すっていうんですね。で練習したのを最初に弾きながらムックルの演奏をしたいと思います。
はい、マユン聞きです。あ、撮れている？撮れてるよ。よかった。名前ね、マユン聞きです。はい。はい、私、和名がマイなので、M-A-Y で、そのマイっていうのが、アイヌ語の金属が重なり合うチリンチリンっていう音がマイで、それに運をつけると、その音が鳴ってるっていう意味になるのね。だからそれでマユンで、で、キキは、私すぐあちこちを書くので、書き書きするっていう意味で、その絶対誰とも被んない名前が良しとされているので、マユンキキの組み合わせだと絶対誰とも被らないだろうなっていうので、これ結構重めというか、聞いてるとこう持ってかれる系のやつなので、持ってかれるといいなと思ってるので、あの委ねてください、聞いてる時。じゃあ、はい、虫かね、うんべぱ、Thank you.
でもそれがどんどん、別にうちらがやってることであればいいかってなったのがとても良かったなと思って、そのみんながみんな結構変化を受け入れられるタイプのメンバーだなと思っているから、そこでこう歌がどんどん、最初の10年前と今の音源聞いたらみんな声も違って、でそれを私たちはすごく良しとしてるけど、やっぱりこう伝承活動って言ってマレーレを紹介する人はなんかずっと同じでいてほしいと思ってる部分があるだろうなっていうのを感じているから、それが嫌かも。なんかさっき楽曲決めてる時に、うん、伝承って言われるとプレッシャーって言ってましたね、うんうんうん、それもちょっと教えてほしい。その一番では言いたいけど、でもそれはこう広げるためのことで、な広がっていくといいなと思ってることだから、うちらがやってることが全部正解ってなっちゃうと広がらないじゃない。私たちが広げていくことは広がっていくけど、他の人が何かするときにそこで影響を受けてとかは嫌だなと思ってて、だからなんかこう何でもやってもいいっていう考えとかだけが広まってほしいわけで、その私たちが歌ってるのはガチガチの伝承されてきた伝統曲ですってもちろん言うけど、でもだからって正解とかじゃないっていうのはずっと言ってたくて、だからさっきの一曲 もともとアイヌ語の意味はこうだけど今こう歌われてるからっていうのもそっちにちゃんと合わせていきたいなと思うし、だから多分誰も伝統じゃないとも言えないし伝統だとも言えない、こうすごいギリギリのところは多分マレーリューがずっとやってる気がする。ひばりの鳴き声をやります、はい、半吐息中呼吸なきピヨピヨポイピヨポイチルラチルラチスカイチャーキネプポキネデカポチェン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 、半吐息中呼吸なきピヨピヨポイピヨピヨポイチルラチルラチスカイチャーキネプポキネデカポチェンチェンチェン、ピアノチラ
まゆも去年ロンドン来てパフォーマンスしてすごい大人気だったけれどもっとこういうことを知ってほしいとかそういうことはある？なんか私たちのことを知ってすごいいいってなった人たちには自分のところも掘り下げてほしいなって思う。あ、自分たちの文化を。そう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 、どこにどこの人でもいいわけ、国も地域もどこでもいいんだけど、絶対文化がないところってないから、アイヌ文化だけが素晴らしいとかもないし、なんかどこかだけを素晴らしいっていうのって本当に偏見とか生みやすい、偏見とか思い込みを生みやすいから、せっかく私たちと出会ったなら、じゃあ他はどうだったんだろうってなってほしいのは。はい、ありがとう。